ピシャリでございます。さあ、今回ですね、メールにてお悩み相談いただきましたので、お答えをしていきたいと思います。内容ですね、読み上げさせていただきます。こんにちは、ティーチャーさん。いつも勉強させていただいておりますと。私のワンちゃんは外でうんちをした時にすごく暴れ回って取るのがとても大変ですと。どうしたら容易に取ることができるんでしょうか。ぜひ教えていただけますでしょうかということでですね、いただきました。小梅さんですね、小梅さんからいただきました。ありがとうございました。今回ですね、ではお答えをさせてもらうんですけども、まあ、外でね、うんちした時ですね、やっぱり用を足してますから、それを取らなきゃいけないですね。で、取るのはいいんですけど、まあ、やっぱりこうした後にわーっとこう元気、やったー出たーっていう感じでね、すごく元気になるようなワンちゃんも中にはやっぱりいますので、その部類だと思います。で、じゃあどうすればいいですかということですけれども、まあ、非常に簡単でございます。まあ、まずですね、周りの人の目の目線はね、あんま気にしないっていうのがまず一つ目。これ気にしてたらね、もう、せっさっさとこう焦っちゃうので、ね、焦ってしまうと、そのワンちゃんにね、焦りってこう伝わりますので、ね、まずは焦らないこと。ね、まあ、人の周り目線気になさらないようにしてください。ね、ちゃんと取れば別に文句なんかないですから。ね、取ればいい。ちゃんと取って対処すればいいだけですからね。はい、で、まずじゃあ、うんちしましたよと。じゃあ、ももちゃんでいくかね。うんちしましたと、ももちゃんがうんちしましたって暴れ回りますって形になるんですけど、うんちしましたら、まあこう、お座りさせてください。ね。まあちょっとここに、まあ隣に物が置いてあるとしてね。うんちしましたつって。ね。まあリード等を使ってると思いますので、まあ手で補助してもらってもいいですね。ちゃんとお座りしなさいって。そこじっとお座り、ね。取るからお座りして。お座りして。って形で。ね。まあ、口でプッと言って、すっと従う子であれば、まあ、言ってもらえればいいんですけど、なかなか、まあ、暴れたりするとね、難しいよっていうこともありますので、手で補助してもらっても構いません。ね。ちょっと座って、お座りしてくださいって形で。ね。で、まあ、リードつけてますという状況だと思うんですけれども、よいしょ。ね。リードつけてますという状況だと思いますね。じゃちゃんとすっと座ってもらっちゃう。で、この時にですね、まあ、リードをこう持ちながらですね、やってると、こう、取ろうとしてると、こうやってやっぱ動いたりするときにですね、で、暴れられたりするとなかなか取るのが大変ですので、ちゃんと座らせて、はい。その上で、リード、ちゃんとこう、足で踏んでください。ぐっね、リード。できれば、まあ、ちょっと根元に、ね、ワンちゃんの首の根元に近い部分を踏んでください。ね。ぐっと踏んでもらって、ぐっと踏んでもらって、まあ、カバンかなんかにですね、入ってるものを取り出して、ちゃんとあんたダメ。ね。こう取っていく。で、こう取っていく。取っていくという形を取ってもらえばいいです。ね。そんなに難しいことをやりませんね。ね。はい。ちゃんとまずは、こう手で、はい、ちょっとあんた座って。ね。で、ぐっとこう。ね、はい。ちゃんと踏んでもらって、リードを踏んでいただいて、リードを踏んでいただいて、両手空いてますからね。両手空いてますので、だいぶやりやすくなるはずですから、その状態で、処理をすればいいです。はい。まあ、こうやってやっていただければ、非常にね、取りやすくなりますので、まあもう、今日からね、早速やっていただければ、いいかなと思います。ただし、ちゃんと踏めるようなリードじゃないと、これは効果がありません。伸縮リードっていうのはやっぱ細いですからね。細いなので、もうその場合は、もう、直にこうやってやっぱ座らせるしかありません。伸縮リードを使って散歩されてる方、あれは、いろいろこう遊んだりする用のリードです。ね、散歩する専用のリードじゃないので、遊んだりする用のリードなので、ね、すごくね、やっぱり伸びて一緒に走ったりすることができます。で、細いです。ね、伸縮リードですからめちゃめちゃ細いですね。細いです。そこは細いの踏んでもですね、スルスル行かれてしまいますので、ね、パッとこう足からほどけちゃいますから。ね、なので、まあ、伸縮リードでやる場合は、まあ、ちゃんとできればね、そのリードのその長さ、まあ、細いですから、ぐっと縮めてもらって、まあ、このぐらいで、まあ、持って、まあ、持つしかありませんね。持って、
まあ、ちゃんとお座りをさせる。ね。お座りを言うことをちゃんと聞くような、状況を作っていただかないと、伸縮リードの場合は難しいです。できません。で、その状態で、ってやるしかないので。はい、まあ、伸縮リードの場合は、まあ、逆に大変です。いろんな状況ですね。伸縮リードで散歩をする場合は、前々からずっと言ってますけど、やっぱり散歩が分かってる子であれば、伸縮リードでいいかもしれませんけど、散歩だとか、基本の動作が分かってない子は、ちゃんと首輪のタイプのリードにしてもらった方が、ちゃんとやりやすいです。万能タイプです。首輪のタイプのリードはね。万能タイプになりますので、これで、今しつけをして、基礎を学んでから、できるようになったら伸縮リードに変えてもらったりとかすればいいですから。はい。という形で、いかがでございましょうか。今回はですね、まあ、うんちをするとき、した後にね、まあ、暴れてしまってなかなか対処できないというお話でございました。まあ、ちょっと工夫していただくだけで、非常にね、取りやすくなるはずですので、まあ、ちゃんとしっかりそこで、その場で、座らせて、それからリードしっかりグッと踏んでもらって、両手が空きますから片付けてもらうという形ですね。これはね、やってもらえればすぐ簡単にできるはずですから、これで試してみてください。では次回もぜひね、ご覧になってください。バイバイ。